このラスターっていうのは、ま、もうすっごい体が日焼けしてたんですよ、この時。まあ、ボディーボードもやっているんで、それで、まあ、ちょっと鍛え上げられた筋肉と、それで、まあ、このちょっと世の中なんで、なかなか2人でデート行けない、時期になっていますけど、その中で、やっと2人のお休みが取れた、お泊まりのデートとなっております。一番メインっていうのは私が得意分野にしているボディーボードなんですけど、うん、ボディーボードを思いっきりやっているシーンがあります。それで GoPro とかも撮ってもらって一緒に泳いでるシーンとかもあるので、そこは要チェックかもしれないです。このボード抱えてるやつですかね。あ、そうですね、はい。砂浜でイチャイチャした後にボディーボード行くよって言って引っ張ってちょっと見てもらう形になっています。他のシーンは、ずっと水泳をやっていて、ここにナイトプールがあったんですよ。で、ナイトプールでも、もう、思いっきり泳いじゃって、ちょっとカメラマンさんを、まあ、ちょっと、遊ばせちゃったのが、ちょっと印象的だなって思ってるんで、そちらも見どころだと思います。その掛け合いが楽しいと思います。ナイトプールってそんな思いっきり泳ぐようなとこではないですよね。そうなんですよ。本当は、なんか、はぁ、気持ちいいねっていう感じなんですけど、でもちょっと私は泳ぎたくなっちゃったんで泳いじゃいました。ガチで、はい。この3作品目ラスターに入る前に、私ちょっとグラビアのことを勉強しようと思って、事務所の先輩方のちょっと DVD も見させていただいて、最後花火から終わったこの浴衣のシーンからのランジェリーになる瞬間があるんですけど、そのシーンは本当に勉強して、いろんな先輩の技を吸収して、演じたところなので、そこはすごい見どころです。例えばどんな先輩の？熊田曜子先輩とか、はい、熊切あさみ先輩とか、はい、しゅう先輩とか、もう3人とも、はい、もう見ちゃいました。いや、実際やってみて、やっぱり動きとかはまだまだちょっと、まだ1年ちょっとなんで、グラビアを始めてからは。なので、すごい難しかったんですけど、やっぱりグラビアの仕事は自分を見せるっていうので、美しくなりたいっていうのを描いてやってるんで、すごい、なんだろう。やっぱり女性になれる瞬間だなって思います。やっぱり海ではしゃぐのは絶対やりたいんで、そこはメインなんですけど、やっぱりちょっとセクシー系も少しずつ取り入れていけたらなと思います。やっぱり健康美を売りにしているんで、それも踏まえてのセクシーを女性にも見てもらえるような作品をしていきたいと思います。でもやっぱり私のことを好きな人とやりたいです。みんな好きだと思います。本当ですか？めっちゃ嬉しい。まあでもみんなとやりましょうよ。ぜひボディーボードを本当に狭い世界なんで広げていきたいです。いやー、やっぱり羽生結弦選手がちょっと見どころかなって思います。やっぱり金メダルラッシュを見ていきたいなって思います。